これは佐野のラーメンって前に紹介したんですけど、田村屋のね、ところが作ってるラーメンの、今度冷やしたやつらしいですね。ちょっとアレンジして変えたみたいなんですが、まあ普通ラーメンってのは温めてね、食べるんですが、これは冷やしラーメンということです。298円の半額だと。ということなんですが、そういうの、冷やしラーメンにして、で、こう、それで、ね、食べてみたいと思いますね。食べてみたいと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。これ硬いんですね。一度取りましたので、まあ、専用のタレをね、こうかけて、一緒に食べるんですが、いただきます。なかなかの、おいしそうで、でも確かに冷やされてて美味しいですね。ラーメンも柔らかくて、シャキシャキで、おいしいで、そこが結構な甘みですね。割と、
この。非常にいい味わいですね。でこう非常にこのうん。卵が柔らかくて甘い卵ですね、これね。で、うん、タレの味付けがしてあって、いいですね。麺なんかも柔らかくてね、うん、こう美味しい感じで、うん、結構なね味わいですね。このおいしさと、うん、うまさがなかなか良くて、結構なシャキシャキ感と、うん、ネギの旨味がちょっとこう辛いネギですけども、その旨味と辛さは十分引き渡っています。でチャーシューも柔らかくてなかなか美味しい、うん、これは、うん、確かに料理として出せる味だなと思いますね。なかなかいい味をしてると思います。どうもありがとうございました。